なんですか、ここに。あ、よけたー。あー、弓兵もいます。おい、とぉちょっと、おっぽぉよく、やばい。火力えぐいなですね。一周目でも半端なかったんですけど、やっぱり一周目でも半端ないです。この辺なんか隠し飛び、あった、これか。隠しでもないか。おいおお、でかいな、冗談ですね。それで本当鬼の角が折れればですね。あ、反対側から出ないと分かんない。ん、あ、屋根伝いに来る、うん、あとかがり火が一個あった。とこれ、そんなとこあります？なんもないな。ああ、この一寸法師かです。おっと、2体います。え、2体弓兵が炎。おお、強い。あと2発しかないわ。なんか、なんちゃらの清められた筆でしたっけ、なんかあれば。あ、忍術アイテムはそういうのでありますか、回復できる。ギャッで、あ、宝箱が一応。あ？あれ、おう。で、うわ、来た、うわ。おじでった。この船の中も行けてるの確かですね、あります。あ、中っていうか上か、上ですか、なんか端っこか。あ、こちらの方が多いな。あ、なんかいるよ。あ、そこちょっとかがり火つけたいな。あ、了解です。 かがり火じゃない。もう慣れた言い方が一番です。どうしても。冗談やってみるか。お、当たってない。あ、うえ、痛い。ここで死ぬわけにはいかん。赤終わった、しかし、うーちきり、うわ、よく来た。全然当たんねえ。これおー、4900とかすごいダメージ出てます。あれ、あ、横だ。で、ちょっと戻って、はい、船。おお、まっ、なかったっけ。
いてえ。お、ふっ、うわ来た、うドギャー当たってない。でさっきの隠し扉のところに行けんのか、いや違うか、あれ、こうんですか、んドガーン、大して当たってねえな。後ずさってるです、爆弾投げます、爆弾援護で、おうわ、マップ全然覚えてねえですね、私もこの辺はさすがにちょっと覚えれてない、なんとなくここは確かさっき言ったとこです、この下意味ないのか、船の上かですね、あ、これ行き、出が遅いんだよな。ですね。まあリーチをちゃんと把握して早めに踏んないとダメだな。うん。テクニカル。こっち行く意味ないよ。ですね。こっちは戻るだけです。じゃあ、あっちのあの社の影の方になんかはしごなかったっけ、ありましたありました、確かそこからいろいろ、もうおっと、あっ、あれ、どうした、あれ、あ、藤丸さん、あれ、あ、あ、すいません、なんかこっちの画面では死んだように、ほんそ、はい、なんかライフがゼロになったように見えたので、え生きてるんだが、ボサーンって言ったので、あれちょっとずれたか、あれあっちか、あっです、うん、あれこっちの、ん、あ、こ、あ、こっちですね、落ちそうで怖い、うわー、この明かり悪意あるな、危ねえ、先に、うん、ここに走る、こっちは、あー、で、ここから多分スタッて降りてからボス部屋に直行できた記憶があります、ああ、こっちは何だ、こっち出た、おお、あれ、あー、ここの屋根伝いにどっか行けるんだ、あれ、でもその屋根伝いと同じか、あれ、あ、繋がるのか、あ、意味ないな、ですね、ですね、あ、切ったとこです、となるともう一箇所くらい屋根に登れるところか、危ねえ、あ、ここ降りてもいいのか、
ですね、鬼がいるのでまだ行ってないとこかも。一回ちょっと私降りてみます。あ、火つけるとこあるな。ああ、了解です。あ、お、で、一応これでボスに行けるの3体ですね。3つつけた。あ、これさっき降りなかったはしごか。ああ、ですね。で、こっから降りればいいのかな。あと10。なんかこの辺でなんかあいつが来たような水感じが。この辺、あ、いたいたいた、パッパッパッ。で、あ、ここからなんか出てきたよ。あー、いそうですね。あー、いたー。あー、いたいたいた。爆弾。よし、海坊主か。ちょっとこいつ倒しとくか。です。そんな攻撃ありましたっけ？初めて見ましたね。このやろう。爆弾。あ、でも海坊主に爆弾取ってこないと。毎日斬新が下手くそなんですよね。なんかこの辺ショートカットは特にないんだけど。別にまああそこのか、あの社から来ればいいだけです。ですね。よし、じゃあ行くか。行きましょう。あ、一応前回に、イン、まるで炎をかざして。それちなみに藤原さんが使ったら消えちゃうの。え、消えちゃうのみたいですね。あ、消えた。私はそこから使えないみたいなので。ああ、反対側です。反対側をちょっと使わせてもらって。まだまだ攻撃モーションを思い出してないので。なんかこいつ確かに一撃必殺攻撃みたいなの持ってなかったですっけ。え、すごいヤバいなってやつですよ。ほんと今一応ゆっくりにしてるけど、こいつですね。ゆっくりオフだ。あ、これか。あ、なるほど。攻めるだけ攻めておいて。じゃあ私も火力下げオフだぞ。防御力下げオフだぞ。ゆっくりなあれ。水に水柱、水に水柱。回復してね、こいつ。回復します。え、わかんない。あ、な、これか、これだ、これですね。確かあのビームキャノンみたいなのに打ち当たると。間違った。テレレレゆっくりなあれ。火力下げる奥だ、防御力下げる奥だ。あれ、ああ、
うお、落ちちゃいました。あ、マジ？すいません。マジ？あと半分なので。炎、炎、どこにやってんの？は、あ、ちょっとロックオン。ロックオン仕事して。ほらー、ほらー、ゆっくりなー。あれ、あ、なってない、なってるか。あぶねー、ロックオンしてる、これ。うえ、やばい気がする。この子供たちが、いや、えい、ゆっくりなー。あれなってる、よし、これからの、うーわ、ちょっと待って、この、これなんだっけ、これ。え？あー、死ぬ。その忍術なんだ。あ、これすっぱ抜きか、もしかして。このゆっくりなー、あれ。いやー、炎炎茶がもう使えないのが痛いな。厳しい。うわー、回復、あー、回復がやばい。ドンドン、まずい。お、ドン。やばい。おい、ゆっくりなー、あれ。まずい。うわ、はあ、死にました。あもうちょっとだったんだけど。いや、ベア使うべきだったか。申し訳ない、ちょっと切りすぎました。落ちてんじゃないよ、お前。すいません、本当に。いや、ね、本当あれ。呼び戻し使っちゃおっかな。ああれ、呼び戻しってこれな、なアイテムだっけ。ろうそくを使うと確か戻せます。戻しちゃった。あれ見てしょうか。あ、ここ本当、私海坊主が苦手な理由を思い出しました。こう踏み込みながら前に出るので、あ、殴りすぎて落ちちゃうんです。です、あれです、何発か殴って下がった方がいい。このエンチャーちょっと最終形態まで取っといた方がいいかな。あーかもですね。全然火力が、でもさっきものすごい勢いで確かに第一形態削れたので、ですね、ゆっくりしてもらってる間に殴ってって感じがいいですかね。このエンチャーを使わず、はお札かなんかでこのエンチャーがあるんだったら、お札でこのエンチャーないんじゃない、ないですか。あ、普通のアイテム、はい、普通のアイテムにさような、ひまといのお札、これをひまとい、あ、あるね、ありますね。これ装備しとけばいいのか。あんまできないのか。普通にアイテム欄で、ね、アイテム欄で使うしかないのかしら。ああ
ぬるじゃき。マイル。マイル。あれ？いきなり？何がありました？あれ？いきなり？何がありました？いきなり波動砲食らいました。はぁ、はぁ、入った瞬間ですか？入った瞬間。ちょっとどうしようもないですね。どうしようもないな。でも私の画面だと何も動いてなかったです。マジ？私入った瞬間のその楽の分で何が起きたか一瞬分かんなかったですよ。